竹久夢二イカホ記念館は、群馬県渋川市にある私立美術館。大正ロマンを代表する画家、竹久夢二の作品を展示する。竹久夢二イカホ記念館は、群馬県渋川市のイカホ温泉街に位置している。春名山を含む、この一帯は、竹久夢二に、ゆかりの深い土地で、かつて夢には、モデルのようを連れて、春名イカホを旅し、後に、 春名湖畔にアトリエを建て、春名山美術研究所の設立を構想した地でもあった。1981年5月23日に開館した。記念館は、夢に研究で知られる、長田美紀夫の収集品を中核に、絵画、版画、浴衣などのデザイン画、日記、スケッチ帳など1万6000点を超える資料を所蔵し、企画展の開催。 出版活動等により夢にの幅広い創作活動を紹介している。他にアンティーク人形や食器類、古美術なども所蔵している。大正ロマンの森と呼ばれる広大な敷地には、夢二がよく描いていた蔵をイメージした本館大正ロマンの館、夢二の代表作、黒船屋を展示する本館二黒船館。 日本の建築様式により建てられた新幹儀山牢などの様々な施設が存在している。本館大正ロマンの館は1981年に開館した蔵作りの建物である。夢寺が挿絵によく描いていた蔵の形をモチーフにしており、白壁を基調に生子壁を配している。館内の特別展示室には春の山府、青山川などの夢に作品が展示されている。 本館部に黒船館は、夢寺の代表作、黒船屋の寄贈をきっかけに、1995年11月22日に開館した3階建ての洋館である。外観は洋風であるが、日本の伝統的な灼寸法を用いるなど、日本と西洋の要素が融合した建築物となっている。3階の展示室、倉屋敷では、黒船屋を毎年、 夢寺の誕生日である9月16日前後の約2週間限定で特別公開している。倉屋敷は黒船や展示のために特別に作られた展示室で特別公開期間以外は季節に応じた夢寺の作品を展示している。他に喫茶店、港やサロンやミュージアムショップなどがある。新幹技産老は 美術館機能を持つ日本建築として設計された建物である。新建材を一切使用せず、国産木材、和紙、漆喰など日本の材料を使い、可能な限り伝統的な工法を用いて建てられた。庭園は小川自閉流による日本庭園である。館内には江戸時代から明治、大正時代の和ガラスが展示されている。蒸気の他に別館部に 子供への館、芸春庵、調節庵などがある。夢ジの代表作、黒船屋。ありがとうございます。